どうも、ノラピです。今回はですね、高崎市駅前ですね、まあ、高崎市役所と高崎駅前って、近いんですけれども、高崎駅前っていうのはちょっと変か、高崎駅と高崎市役所って近いんですけれども、そこのですね、イルミネーション、毎年やってるんで、なんていうかな、そこをですね、選びました。ちょっとね、最近ですね、動画出すじゃないんですよ。なので、その言い訳もしたいなと思いました。まあ、最近ですね、動画が出せてないんですけれども、ですね、ちょっとですね、12月に入ってね、仕事がどうしても忙しくなってしまって、なかなかね、まあ、急に残業とか、急にその出勤してくれとか、そういうのがあって、なかなかね、そのお店にアポイントがね、取ってもね、もしね、残業入ったらどうしようとか、もし出勤になったらどうしようとかね、そういうね、なんて恐れがあるんで、なかなかね、そのおいそれと、入れられないなっていうのがあります。あとはね、まあ、その同時に並行して行っているその減量ですか、ダイエット減量、まあ、ね、バキバキの体作るぞっていうね、あれもやっていてですね、結構その、まあ、なんていうか、メンタル的なストレスもあるんですけれども、身体的な、ね、負担も、まあまああるなと思ってます。まあ、だからといってね、その動画投稿をやめるつもりは全くないんだけれども、ちょっとね、その12月中はですね、申し訳ないんですけれども、ペースがね、ややスローになると思います。ね、ただね、言い訳の動画をね、出すのもちょっとあれなんで、高崎市のね、イルミネーション、高崎駅前市役所のイルミネーションを見ながらね、弁解してみました。今回はですね、こんな感じの動画になります。もしですね、高崎市寄ることがあったらですね、高崎市から出てすぐですので、ちょっとね、見回ってもらえたらいいんじゃないのかなと思います。ではね、ご視聴ありがとうございました。また見てね。この辺のね、なんていうかな、イルミネーションというか、そのなんだろう、額縁に飾ったイルミネーションみたいな感じのものは、近くのですね、幼稚園とか保育園とか子供園の方たちがね、描いたものを電飾でね、イルミネーションつけたものですね。毎年やってるみたいです。